本日は戦時中世界最速目指し研鑽の資料発見について話していきたいと思います。研鑽は東京帝国大学航空研究所が基本設計し、川崎航空機が製造した日本陸軍の高速研究機、試作番号は機78、研究用の1号機研鑽中間機と速度記録用の2号機を製作する予定だったが、1号機の開発中に太平洋戦争に突入し、戦局の悪化もあり、2号機は製作されなかったので、通常研鑽といえば1号機のことを指す。第二次世界大戦中、世界最速の飛行機を目指して、秘密裏に開発が進められた研鑽と呼ばれる研究機の映像記録や設計に関する資料が残されていることが分かりました。調査に当たった専門家は残っていること自体が奇跡のようなもので、当時の開発の様子がわかる貴重な発見だと指摘しています。研鑽は第二次世界大戦中に飛行機の速度の世界記録を目指して開発が進められた研究機で、昭和18年12月に時速 699.9 キロという今も破られていないプロペラ機の国内最高速度を記録しました。開発は秘密裏に進められ、これまで関連する資料は確認されませんでしたが、国立科学博物館に映像記録や設計に関する資料が残されていたことが分かりました。岐阜県にある各務原航空宇宙博物館などが調査を進めたところ、映像は国内最高速度を記録した時のものと判明し、研鑽が飛び立つところから着陸してパイロットが降りてくるまでの様子が5分半ほど記録されています。また設計に関する資料などがおよそ200点であり、膨大な計算や実験の記録が残されていたほか、さらに速度を出すためにジェットエンジンを搭載する計画があったことを示す仕様書も見つかりました。岐阜各務原航空宇宙博物館の水野剛さんは、戦時中の研究資料は焼却されてしまうので、こうして残っていること自体が奇跡のようなものです。資料は本当に膨大な計算で埋め尽くされていて、当時の開発の様子がわかる貴重な発見だと指摘しています。これらの資料は今月8日から岐阜各務原航空宇宙博物館で展示されます。岐阜各務原航空宇宙博物館によりますと、今回見つかった映像には、研鑽が今の岐阜県各務原市の飛行場で時速 699.9 キロ記録しました。昭和18年12月27日の飛行の様子が記録されていました。映像に記録された機体は空気抵抗を少なくするために塗装が施されているほか、操縦席を覆う蓋が取り付けられているなどの特徴があり、撮影日が特定できたとのことです。映像は5分半ほどでエンジンを作動させてプロペラを回した後、滑走路を加速しながら飛び立つ様子や空を飛んでいる様子、着陸してパイロットが降りてくる場面が記録されています。博物館の水野さんは、映像を見て感動しました。速度が速いまま着陸を行っていることが一目瞭然で、動画に残っていることは本当にすごいことだと思うと話していました。研鑽は第二次世界大戦中に東京帝国大学の航空研究所などが飛行機の速度の世界記録を目指して開発を進めた陸軍の研究機です。開発は太平洋戦争直前の昭和15年に始まり、昭和17年に機体が完成して飛行テストが繰り返されました。テストのために改良を加えて速度を上げ、昭和18年12月27日、31回目のテストで 699.9 キロを記録しました。岐阜各務原航空宇宙博物館によりますと、高速飛行機の開発はヨーロッパを中心に加熱し、イタリアやドイツではすでに時速700キロを超えるプロペラ機が作られていました。研鑽の開発は速度の世界記録の更新を目指して進められ、今回見つかった資料からは、ジェットエンジンを搭載させた次の機体の設計が進められていたことも明らかになりました。しかし、戦況の悪化から次の機体の開発は実現されず、研鑽は終戦後、進駐したアメリカ軍によって破壊されました。いつ、どんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントお待ちしています。最後に
チャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。